よ、見えっかな、見えるかな、インカメだと微妙かな、インカメだと微妙かな、え、どうしよう、これを外せばいいか。こんにちは、こんにちはって言いながらまったりライブです。ちょっと昼間にね出したやばい子、やばい子のシンビジウムとグラマトフィラムの子供になります。この子を見ながらねライブします。ようこさんこんばんは、こんばんは、マサイさんこんばんは、あ、カレンさんこんばんは、どうどう、すごいっしょ、結構ね意外と大きいボリュームあるんですよ。まあ、今日これで今未生からだから4年株になるのか、4年ぐらい育ててるからじっくりじっくりだいぶ大きくなりました。小袋風さんかわいいですね、なかなかかっこいいでしょ、あの味があるでしょ、かっこよくってかわいくってエキゾチックで、なんて言ったらいいんだろう、たまらん感じのお花なんですけどね。マサイさんかわいいね、かわいいでしょ、めっちゃかわいいんすよ。カレンさんその色合いとっても好きですね、これめっちゃいいですよね。今ね 3鉢、なんとか大きくすることができて、ちょっと待って、インカメからあれ途中で切り替えれるんだっけ、これかこれか、この子が1個で未生なのでちょっとねやっぱ違うんですよ。この子がもう1個、この子がもう1個、そしてこの子も3つあります。3つなんとか大きくなってくれました。輪の数もねこれで 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,33,33,34,40、 40ぐらい、一かけで40輪ぐらいついてますね。多分6寸、今これ4寸で育ててるんですけど、6寸ぐらいで育てたら多分50輪ぐらいは全然いくでしょうね。マサイさん鈴なりなのに花にぶち子がいい、ゆらゆらしてるしね、いいよね、いいよね、いいよね、いいと、いいと、いいとしか言えないというか、なんかね、あれうまくピントが合わないな。ようこさん表現難しいけど素敵ね、素敵よね。株元、カレンさん株元は太いのかしら、株元茎かな、茎は細いですよ。で株自体もそうだな、太くしようと思えば太くなるかなっていう、太くできますけど、まあでも筋量編が片親なので比較的それでも小ぶりかしらって感じです。横にねちょっと参考までに別のグラマトとシンビジウムの交配を持ってきてみました。これはねグラマトフィラム と、シンビジウムのマッドピクシー、まあ全然流通はしてないものなんですけど、これはタイのね友達が育種したグラマトシンビで、グラマトフィラムにそうだな、片親 おじいちゃんがオーストラリアに自生してるシンビジウムマディダムっていう原種があって、まあ、その子を使ってる子になります。なので、まあ、オーストラリアに、自生してる種も使ってるからシンビジウムも比較的暑さに強い系統を使ってるような後輩になるかな。このこっちのグラマトシンビ、グラマトフィラムとシンビジウムの
続間交配種、属が違うからその続間交配種っていうのはグラマトシンビっていうんですけど、ね、このグラマトシンビはねこっちの奇跡のグラマトシンビと比べると大きいよね。そしてグラマトヒラムはもっと大きいけどねって感じです。鈴音ママさん、すごいすごいっしょーすごいっしょー。マサエさん、いいよいいよ、インラインしたら余計に欲しくなるじゃないですか。もじゃもじゃになったらまたたまらんですよ。もじゃか、まあもじゃかもできそうな気するけどね。これね、わかる？これまあ、グラマトフィラムが半分入ってますし、筋量片もね、実は、半着生って言って、まあ、着生することもできるっていうシンビジウムなんですよ。なので、まあ、うまいことをやれば、そうだね、もじゃかさせることもできなくもないとは思う。やってみなきゃわからんけどね、そういうのはね。リカさん、こんにちは。お疲れ様です。こんにちは。お疲れ様です。涼しい夕方なので、ちょっとまったりライブしとります。鈴音ママさん、久しぶりに生ライブに参加させてできました。いや、ようこそ。参加していただいてありがとうございます。まあ、こんなね、こんな、やべえやつを見ながら、ちょっとまったりしましょう、みんなで。これね、いや、これまだ、世界で成功した事例がなくって、この、資金量編とグラマトフィラム。まあ、グラマトフィラムって言ってるのは一般的には、まあ、夏場、これから流通する、グラマトフィラムスクリプタムっていう、原種なんですね。その中でヒヒマヌっていう、まあ、綺麗なグリーンの個体が流通してるんですけど、まあ、それと金量編の、子供を、がね、これがまだ成功した事例がなかった時にどうしてもこれをやってみたくて何度も挑戦したんですけど、これね、すっごいかからん、交配できなかった。ものすごい大変でね、これうまくつかなくって、でようやくついた、なんとかついた、やったと思ってね、その後なんていうかな、種を撒いたんですけど、種の数もね、満足に取れなくって、最初、生き残ったのが今この3鉢なんですけど、でも、最初はね、でも10個もなかった状態からね、ようやくこの3鉢まで生き残ってくれて。で、去年初めて咲いたんですよ、この奇跡ちゃんたちは。なんですけどね、去年初めて咲いて、すごい興奮しながら、いっぱいね、交配してみたけど、一個も種がつかなかった。今年も再挑戦します。なんか、次の世代に進みたいな。ちょっとでも、これは夢あふれる交配なので、この多花性のね、グラマトフィラムって輪数がすごいたくさんつくから、それに、そもそも多花性の原種のシンビジウム、これを、多花性なんだけど実は、非常に小型種っていうシンビジウム金量片をね交配して、で大きなグラマトフィラムを小型化させて、で寒さにもこう強い要素を入れながら、次へっていう感じのね、第一ステップなんですけど、この第二ステップになかなか進めないというジレンマだけど、まあジレンマはジレンマで育種の楽しみなので、まあ挫折はしませんよ。リカさん、株のために今日一球のお花切りました。お決断しましたね。でもまあ株のためにはやっぱり切ってあげるのがいいとは思いますよ。育てていきましょうね。マサイさん、インライでした。インライって何？インライって何？ごめんなさい。インライが分かってないね。
株分けできないんですかね、どうにかして迎え入れるのに必死な私。株分けはできるけど、これはまだそう簡単に世に出せないな。これはもう世界で今この3つだけだね。3つだけ。こんな奇跡的な後輩成功してるの。鈴音ママさん、まったりというより欲しくなる。割と皆さんこんな感じのやつを欲しがってくれるんだな。まあ、うまいこと、クローン作れたら一回ぐらい作ってみてもいいけどね。こういう風なね、この新芽がある、じゃないですか。この新芽、これからね、これから成長点っていうものを取って、それでクローン作るんですよ、私たちね。カレンさん、香りは、それがね、香りがめっちゃするかと思ったら、意外とそんなに今んとこ感じてない。うん。香り同士だからね、香りが強まるかと思ったら、割と打ち消し合ってるのか、そんなに強く感じまへん。エミさん、お疲れ様です。原種好きにはたまりませんです。ああ、やっぱそっか。でもやっぱ味があるもんね。こっちのグラマトシンビも一緒？僕、これ、オーストラリアのね、マディダムっていう原種使ってるんですけど、マディダムさんもね、私、好きでね。まあ、まだ、シンビストのね、農場は、シンビジウムの花たちは、まだまだ残ってるんですよ。実はね。ヘビースピアーズラベルさん。平野さん。ごめんなさい。読むの億劫になってる。平野さん、2倍体かける4倍体になるのに関して言うと、グラマトフィラム、スクリプタムに関して使ってるのは2倍体個体を使っているので、この場合は2倍体 ×2 倍体の交配になります。なので、3倍体になったからその次が取れないっていう理屈にはなってないんですね。そうではないんだけど、ものすごいかからなかったです、去年は。母体に使っても、花粉親に使っても、どちらを使っても、全部落ちちゃいました、去年。まあ、今年去年よりも花上がってきたんで、トライアゲイン、トライアゲインです。アイさん、こんにちは、こんにちは。こんにちは、こんにちは。大原さん、こんばんは、お久しぶりです。こんばんは、お久しぶりです。ナチュラル、イーナさん、1117さん、こんにちは、私も好みです。皆さん結構、気に入ってくださるんだな。まあ、それは嬉しいな。平野さん、そか、チャレンジ。はい、チャレンジします。私、諦めません。ちなみに、その横にね、この、シンビジウム、今、私、超気に入ってる。これも、原種同士の交配。一回、チラッと見せたことがあるけど、金量編に、これもオーストラリアに自生してる原種のカナリクラタムっていう原種があって、それの後輩、あ、もっとなんかちゃんと写したいな。めっちゃこれ可愛いんですよ。これ見て、これ見て、この花、私の手からしてこのどれだけちっちゃい子かわかります？これ可愛いしね、香りがまた良くて、うん、もう夕方だからそんなに変わらないんですけど、この子たちはね、これがまた、だいぶ、花も終わってきた子もいるけど、すごいね、これ全部兄弟なんですけど、これ見て、表情というか顔が全然違うでしょ？これ見て、ちっちゃくて可愛いんだけどね、たまらんよね、これね。たまらんよね。やっぱこういうの見てる瞬間が一番楽しいわ。たまらんっておっさんがずっとうなりながら過ごす夕方ってどうなんだろう。そんな夕方もいいよね。いいよね。いいじゃないか。
この子たちもね、すごい、すごい、そそられてる子だから、ちょっとこの子たちはね、一個ね、一個世に出したいな。私が一番気に入ってるの、この子。この子。こう、こう、こう。ちょっと見せてあげて。ちょっと見せてあげて、お顔をさ。ちゃんと映るかな。映ったかな、映ったかな。この感じ、この感じ、この感じ。葉っぱがねツーンとして、ちょっとこう多肉質というか普通のシンビより厚葉なんですよ。で、厚葉なんだけど、なんていうかな、少しこうシルバーとは言わないけど、なんかしっとりした感じのグリーンなんですね。ちょっと特徴的な葉っぱの色してます。あのカナリキュラタムっていう原種自体が、そんな感じになってます。いつかねカナリキュラタムも皆さんにお見せしたいなと思いますが、これいいよね。そんなに花もね長持ちしなかったりするんですけど、でもすごい個性的でそそられるから、なんか世に出したいなって思ってます。みんな背中を押してね背中を押してね。どこだったっけ、平野さんのチャレンジまで行ったな。マサエさん、インライは、あ、インスタライブのことか。インスタライブのこと。あ、なるほど、なるほど。インライはインスタライブね。覚えました。ナチュラル1117さん、おー、ね、たまらんでしょう。たまらんでしょう。本当はね、カナリキュラタムってこの、なんかもっとダークな感じの色、これはこれで、すごいいいんですけど、でもこの感じも好きなんだよな。いいんだよな。で、一番ね、このいろんな顔してる中で、この表情になってる子が、香りがね、甘さもあってね、良かったんですよ。いいんだ。ヘビースペアズラベルさん、少年の塊からの質問だけど、蜂は寄り添う？少年。あ、下にあった。小根。ね、蜂はね、どうかな。多分蜂を、その、香りの種類から考えると、まだこれやってみたことがないので、わかんないんですけど、わかんないんですけど、多分、こっちのね、ちょっとこう、焦げ茶味が強いようなタイプの方が呼ぶんじゃないかなって感じの香りがしてます。これはちょっとやってみないとわかりません。まだ私、蜂を目的でやってないので、わかりません。ちなみにカナリキュラタム自体もオーストラリアで蜂を、ミツバチみたいな類の蜂を呼んでるみたいですね。先日台湾で、オーストラリアの方の発表を聞かせてもらった時に、自生地のいろんないっぱいね、すごいかっこいい写真見せてもらったんですけど、そうするとね、自生してるその大株の横に蜂の巣とかありました。やっぱなんか近しいらしいですね。分類の先生に聞いたら、金稜編とカナリキュラタム自体がかなり系統的に近いそうなので、あれかもしれないです。蜂も可能性あるかもしれないです。ちょっとそれこそ、そうっすね。それ平野さん、また来年検証します。そうだよね。それもできたらなんか一個使い道もありますもんね。ありがとうございます、アイデアを。可能性は無限だ。マサイさん、オーストラリアシンビもいいですね。鈴なりいいですね。羨ましい。そう、オーストラリアもね、今ね、注目してんの。オーストラリアも今注目してるんすよ。そうだな。ちょっと、もう一個見る？その、オーストラリアシンビで行くと。見せたい子がまだいるんすよ。見せたい子がまだいるんすか。
これはみんなの反応どうかな、どうかな、どうかな。今日もね、昼間に父とこれはすごいねって言ってるやつがいて、ちょっと待ってよ、行くよ、ダン、ダダン。これも、オーストラリアの、自生してるシンビジウムマディダム、マディダムを使ったね、後輩なんですけど、この後輩が渋いんですよ。ちっちゃい。マディダムって実はね、マディダムを交配すると、結構葉っぱがね、大きくなるんですよ。花はちっちゃいんだけど、葉っぱがビヨーンって大きくなりがちな、品種ができるんですけど、この個体すごいよね。こっから、はい、ここまで。はい、ここまででした。もうちょっと見たい。もうちょっと見せましょうか。見せたいから見せちゃう。よし。じゃーん、じゃん、じゃ、じゃん、じゃん。いや、これすごいですよ。葉っぱだってこんなにちっちゃいのよ。葉っぱこんなにちっちゃくって、で、この小型の小輪にね、このリップ、たまりまへんがな。これはね、マディダムが片親で、もう片親がタイニータイガーっていう、これも原種同士の交配で、これはね、ティグリナム×デボニアナムっていうのが、シンビジウムタイニータイガーっていう、名字が当てられてるんですけど、このタイニータイガーにマディダムという交配なので、まあマディダムが、50%、デボニアナムとティグリナムが 25% ずつのこの遺伝子を持ってるっていうね、個体になります。ティグリナムが入ってるのにすごく丈夫な感じで、マディダムが入ってるのに伸びすぎないコンパクトな感じで、そしてデボニアナムみたいなこのたまらないリップ、絶句するな。これはまあ未来を楽しみにしていてください。こんな感じでね、だんだん後輩していって、子供作っちゃうんだからね、次の世代を作っちゃうんだから、すごいの作るよ、やってやるよっていう感じの、自慢をしました。どこまで行ったっけ。エミさん、カナリクラタム入ってるんですか、気になります。そう、さっきの子たち、カナリクラタム入ってます。カナリクラタムもね、めっちゃ私好きなんですよ。カナリクラタムあれ好きでね、やっぱこうちょっとこうブラックな感じ、焦げ茶からブラックな感じのすごい珍しい花色してるのと、私個人的にはね、カナリクラタムのあの香り好きなんですよね。甘酸っぱい感じの香り、あれすっごい好きでね、いいんですよね。リカさん、顔見たい、可愛いですね、可愛いでしょ。こういうね、小花の可愛い子たちいます。で、オーストラリアのね、原種入ってきたりとかすると、暑さにも強いし、あとね、このぐらいのちょっと遅い時期に咲きます、咲きがちです。なので、こう春咲きとかね、春からもうちょっと過ぎた頃に咲くような系統とか考えていくんだったら、こういうのありだと思うし、こういう可愛い子だったらね、ちょっとこう垂れてくれたりとか、ちょっとこうやってハンギングでさ、こうやって楽しんだりするのも最高じゃないですか。いいよね、いいよね。マサイさん、買います。一票早いな、ありがとうございます。まだ売れないまだ売れないけど、エミさん、世に出してくださいね。出したいね。こういうのをね、こうだんだんこうやって交配して、今ね、こうやって種をつけていったりして、受粉してもらって、これが乗るかなどうかなっていうのを見てる状態です。こうやっていっぱい札がついてるのもね、種をつけたりして、まあ、この辺がうちの秘密の花園って言いながら思いっきり見せちゃってますけど、さっきのグラマとシンビちゃんたちの場所に戻っちゃって、っていうか、まだシンビの花ありがとうだけじゃなくて、いろいろあるでしょ。
こんな農場ないよね多分ね。この花がなくなるとシンビスタ息が止まりそうになるぐらい寂しくなります。ああ恐ろしい。アペレのあっぱれか、あっぱれの父さんかな、こんにちは。こんにちは、ヘビースピアーズラベルさん、よろしくお願いします。はい、来年やってみます。平野さん、やってみる、やってみる。ようこさん、質問です。石田さんの最新ミッションを名字って、シンビジウム、スクモ、ラズベリーまでが名字なのですか。ああ、ですね、シンビジウム、その最初の CYM、シムっていうのはシンビジウムの略でシムなんですけど、そのシムはまあ俗名っていうことで、まあ大きな括りになるんですけど、まあ、例えばそれを、そうだな、シンビジウムを日本人のっていう括りだとすると、で、このスクモラズベリーが名字って感じかな。で、その後に、こう、まあ、未詳だったら、こう、一答え一答えに名前を付けれるから、まあ、これスクモラズベリーじゃないけど、まあ、これまだ実は名字付けてないんですよ。そろそろ、イギリスの教会に登録しなきゃいけないな。ちょっと去年、高台取れなかったから挫折して名字付けなかったんですけど、続けよう。まだね、誰も成功してないから名字は付いてません。この、まあ、例えばこれがスクモラズベリーだとすると、まあ、スクモラズベリー、なんとか、なんとかかんとかって、こう、個体の名前がつくような感じです。ヨコさん分かったかな？エミさん、小さくて可愛い。さっきの子ね、可愛いでしょ。花持ちもね、良さそうよ、あれね。マサイさん、幅広葉っぱの小さな、可愛い。見たい。ね、最高でしょ、あれ。葉っぱの姿がまた全然形がね、違いますから。あれはね、やっぱり、さっき説明した3種類の原種、あれの配合で見事な感じの形になってる気がします。ヘビースピアーズラベルさん、これだけくっきり黄色い弁に赤いリップ素敵やね。いや、あの子めっちゃ素敵です。あの素敵感を、残した次の子をね、また生み出してみます。あの子だけでもなんか普通に、なんだろう、人気出そうな気しますけどね。マサエさん、これは吊るしたいですね。マジを開けときます。早いって。はいはいはい。でも、吊るすのにこう向いてる子たちはいっぱいいるよ。大原さん、かわいい色合いね。さっきの最高でしょ。この子も最高でしょ。ちょっとピントが合いにくいけどね。すごい。小花大好きだな。マサイさん、遅く咲くなら父の日神秘になりそうじゃないですか。そう。結局、父の日とかを狙って、目指していったりとかしていくと、どうしてもね、新しい遺伝子っていうのが入ってこなきゃいけなくて、まあ、そこにか、こう、該当してくると、やっぱりグラマトフィラムみたいな子とか、まあ、カナリキュラタムみたいな、オーストラリアの種とか、まあ、ちょっと遅い、まあ、熱帯の種とかね、こういう子たちを入れてって、あげる必要がありますね。開花のタイミングもそうだけど、やっぱりその暑さに負けないっていう性質ですね。で、花持ちとか考えたらやっぱグラマトフィラムみたいなこう入れた方が花は持ちがちになるんですけど、まあこれをバランスよく、例えば小型な感じでとかを目指していくと、もうちょっとこう世代をまたいでいかなきゃいけないから、やっぱり10年とかの単位で待っていかなきゃいけなくなりそうな気はするから、今はもうちょっと短いタームでもリリースできるような個体を探したり模索したりしてます。鈴音ママさん、最高でしょでしょね、いいでしょ。陽子さん、黄色も可愛いね。可愛い、さっきのやつ最高です。あ、でも黄色っぽく見えたのかな。さっきの子はね、あれかな、カメラの具合か、光の具合かな、相当グリーンよ。グリーン。
グリーン、グリーン。あ、そうか、あんまり見えんな。あ、確かにちょっと黄色っぽく見えるか。結構グリーン味が強いんですよ。こりゃピント合え、ピント合え、ピント合え。これ、あ、いい感じ、いい感じ、いい感じ。うん、最高じゃんこの角度。鈴音ママさん、小さい神秘は極小の家には最高ですね。小さいってやっぱね、可能性が無限大だと、信じてる人間なのでいいよね。ヨコさん、微妙だけどなんとか理解できたかな。ありがとうございます。ごめんなさい、説明が、あれで。例えば、そうだな、さっきのこれの片親のタイニータイガーだとすると、シンビジウム、まあ、シンビはもうシンビよね。シンビジウムっていうのは、これは苗字ではなくて、タイニータイガーっていう部分が苗字。さっきのヨコさんのコメントでいくと、スクモラズベリーが苗字。で、その後に名前。例えば、うちの森の精シリーズだったら、まあ森の精はちょっと商品名として付けちゃってるんですけど、登録上で行くとね、あれフォレストフェアリーって言うんですよ。だからフォレストフェアリーが名字。で、例えばのぞみだったらのぞみが名前っていう感じかな。わかった？パワーマックさん、たくさん花が咲く、こんなのも好きですね。いいでしょう、いいでしょう、こういう、そういう、いろんな要素が楽しいな、みたいな。ともさん、こんにちは。はい、こんにちは。ともさん、それは、モジャとの後輩の子、さっきの子ね。さっきの子は、モジャ、そう、グラマトフィラムとシンビジウムの後輩の子ね。どの子も可愛い、ありがとうございます。空あきらさん、こんにちは、こんにちは。ともさん、つぼみがピスタチオに見えてきた。あー、そう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 、あのね、そう、ピスタチオみたいな色。あ、めっちゃ的確だと思います。ピスタチオみたいな色。うん、うん、うん。すごいそんな感じ。すごいそんな感じ。すっごいそんな感じ。すっごいそんな感じ。まだだってさ、こんな感じの子もいるよ。こんな感じの子もいるよ。垂れるのもな、なんか最近見直してるんですよね、加水種。吊るすとかをやっぱ、ハンギングみたいなのを考えていくと、垂れるって全然ありですもんね。なんか改めてアイスキャスケードとか、フォアゴットンフルーツとかだけじゃないけど、うちにも実はね、いろんな子いるんですよ。コレクションの中に。だから、こういう子見直すのも、いい気が、する。ともさん、めっちゃええこと言うと、うん。めちゃめちゃ的確。マサイさん、座布団3枚ですよ。うん、もう5枚ぐらいあげちゃうぐらい。めっちゃ的確で共感しました、さっきの。すごいすごい。おー、こんな感じ、こんな感じ。これが、鞘です。シンビジウムの。この中にね、種が詰まってんの。ここに未来が詰まってるわけでございます。ここに新しいヒット作が潜んでいるかどうなのか、いてくれたら嬉しいよねっていう感じ。あ、この夕暮れ時のこのハウスの感じ最高だ。朝の感じも好きだけど、この夕暮れ時のね、この余韻たっぷりの感じもいいよね。あ、ここにつぼみがある。この子もさっき見せた、グラマトフィラムとシンビジウムの続巻集、今から咲く子ですね。ちょっとやっぱね、葉っぱの姿がこうシンビジウムの葉っぱと違ってくるでしょ。葉っぱのね、幅が広くなってくるので。
マサイさん、枕目認定者なので吊るすの考えますよね、吊るすって楽しいですよね。まあ、あれですよね、私たちのうちの現場とかでもこうやってこうエキスパンドメタルってこの網目状の棚に置いてるわけなんですけど、これってでもほとんど床に置いてると違って空間に置いちゃってるもんね。だからほとんど吊るしてるのとあんまり実は変わんないんだよね、この棚に置いてる感じって。ロックスン栽培してる、大きいシミジウム栽培してる方の中でもこうパイプをこう並べてね、そこにこう引っ掛けて栽培されてる方なんか、あれもだって吊るしてるもんね、あれって農場で。だからよく乾くし、たくさんお水もあげるんですよ、ああいうのはね。私たちってそういう感じでやってるんですよね。まあ、こんな感じでね、グラマトフィラムを入れて、まあ、このハウスなんかはグラマトフィラムからすると、寒いから、グラマトフィラム自体はもっと温度を欲しがるんですよね。だから根っことか傷みやすいので、そうすると根っこが傷んでくると、こう、先からね、傷みましたよっていう感じのサインを出してきて、んで葉っぱの色も落としてきて余計に焼けてきたりとかっていうケースもできたりするので、うちの場合はこの、シンビジウムを育ててるこの環境の中で生き残るグラマトヒラムとシンビジウムの子供とか、そういうのをね、こうやって実生を育てながらこう選抜してるというか、こう栽培場でセレクトしてるって感じです。そういう目線でもね、選んでいかないと。でもそうすると、ほら、例えばグラマトシンビジウムの中で、もじゃかできる子がさ、生まれたとしたときに、グラマトフィラムだったら、例えば、最低の気温が15度必要です。18度ぐらいあったらベストですよ、みたいな理屈があったとしたら、グラマトシンビの場合だったら、そのもじゃのスタイルを、まあ、10度ぐらいまで、我慢できますよみたいな感じの、ほら、性格とかが変化させれたら、それはまた一つの進化だったりするじゃないですかね。そういう目線で、いろんなアプローチでね、育種も考えてます。ネイビーブラックさん、未来も詰まっているがお金も詰まっている。はい、詰まっていますいろんな意味で詰まってるっていう表現が正しいかもしれないねプラスにもマイナスにも考えられるけど。ともさん、ありがとうございます。はい、もう本当素敵な表現でした。ネイビーブラックさん、タイトル的に、続刊の品種の話なんだろうな、と思って、続刊の品種の話っていうかね、ただただ見せたかったっつう感じだね。なんじゃそれはって感じだけどね。でもまあせっかく今咲いてるし、まあね、こういう本当に珍しいものを見ながら、なかなかこうね、これしか、この子しかないよっていう農場の子をこうね、見せるためにこう外に出ることは難しいので、そうするとね、でも今ってこうやってライブとかほんと便利だから、こういうのをね、スーパー珍しいのをちょっと見せながら話するっていうのもいいんじゃないかなと思って、超まったりとライブ始めちゃったんですけどね、ちょっと日が暮れる前に喋りたいなと思って。今日も日中はね、母の日の出荷を頑張ったので、植え替えとかその辺の準備、植え替え作業、芽かきもね頑張ってるので、ちょっと余韻に浸ってます。あ、そうそう、この感じ、あ、見せれた、これこの模様好き、この模様が好きや、どうやどうやとか言ってる。フォアゴットン吊るしてみたらめっちゃいい感じ。あ、トモさん、ファゴットン吊るしてみたらめっちゃいい感じ。でしょ？ファゴットンなんかもう栽培的にもハマるし、まあ、絵的にも最高ですよね、ファゴットンのハンギングってね。超いいと思う。あ、この角度いいね。この角度いいね。最高、最高。エミさん、加水タイプ。我が家で唯一空いてる空間。そんなのたくさん出たら私は八方塞がりになっちゃいます。
かしこまりました、出していきます出していきます頑張ろう。エミさんを八方塞がりにしちゃうために。でも皆さん空間にはねまだ余地があると信じてますんで。マサエさん、やべえやつ、ピスタチオなやつ、業者並みと言われた我が家の神秘棚のどこに置くのか考えながら仕事戻ります考えてね、考えてね。もう確実に想像はつきますけど、業者並みっていうのはよくわかるので。そうだ、マサエさん、そうだ、奥さんが選んだアンティーク神秘も待ってます。それなんですよ、それ。あの子ね、すごい株が弱くて、今とにかく新芽を出してクローンね、苗を作らなきゃいけないので、今ね新芽を孵化してるところ。あれ失敗しちゃうと株ごと飛ぼれちゃうから、今ねすごいビクビクしながら育ててます。トモさん、これだけ並んでる時点で私からしたらやべえわ。やべえっしょ。これはやべえよね。スズオットママさん、仕事に戻ります。はーい、頑張って頑張ってください。ヘビースピアーズラベルさん、近所の H さんとこの未消部屋に行くの好きやった、ドキドキするのよ。いいっすね、いいっすね。その頃にタイムスリップして私も乱入したいです、本当に。でもやっぱね、こう自分でやってみてもそうですけども、楽しい世界っていうのはよくわかります。でも このぐらい踏み込んでいかないと、でも新しい可能性とか新しい種を作るっていうのはできないので、まあここまで20年ちょっと続けてきましたけど、うん、なんかようやくというか、もう本当積み重ねでたどり着いたっていう感じですね。一つ一つがそんな感じの、なんか感慨深いとこはあります。あー、H さんとこ行きたい。この前平田ナーセリさんのなんか講演する前にも直前にも先輩顔出してくださって、もうありがたかったな。ネイビーブラックさん、この続刊雑種の子自体は、カナリキュラタムとかオーストラリアの野生種みたいな雰囲気ありますね。神秘の仲間はあっちから主文化したのでしょうか。なんとなくその雰囲気は共感するけど、まああっちから来たのかっていうのはどうかわかんないね、それに関しては。だし、わかんないっていうか、もっとインドとかさ、あっちの方な気がしています。やっぱりシッキムとかあっちの方にこう、なんていうのかな、始まりがある気がしてるんですけどね、種の文化とか見てるとね。トモさん、外はまだまだ空間空いてます。その神秘たちのために開けとくから、私が生きてる間に世に出してねそうだよね、外空いてるよね。外には外で行ける子たち待ってる、作ってるから大丈夫ですよ。地で行ける子もいるし、外の直射日光当てて大丈夫な、吊るせるやつとか地で行けるやつとか、今から仕込むから、もう いろいろ仕込んじゃうから、うまくいくか分かんないけど、時間はかかりますけどね。でもそういう可能性をね、いろいろ信じてちょっとアプローチ増やしていきます。ギフトとかだけ考えずに、なんか個体とか考えていくとね、やれることっていっぱいあるんだよね。パワーマックさん、グラマト系でも緑以外の花があればいいなと思ってます。緑森尾さんとこで購入予約しましたけど。お、どうした、なんだあれ、なんか今おかしくなったかな。続いてますよね。パワーマックさんのグラマト系で緑以外の花がっていうことなんですけど、グラマトフィラムって世界でいうと8種から12種ぐらい
の種があって、まあ、原種の数でいくと。で、そのね、原種の中で言ったら色のバリエーションってとても少なくて、基本的には茶花なんですよ。茶色の花。で、その緑グラマと、で、こう、まあ、ピュアな、爽やかなグリーンのグラマトフィラムって、まあ、一般的にはヒヒマヌっていう個体で流通してますけど、あれはね、その茶花が突然変異で、その茶色の色素が、なくなってですね。まあ、要するに、まあ、アルバみたいな、もんです。アルバに近しいかな。ということで、まあ、正確的な表現をすると、グラマトフィラム、スクリプタム、シトリナムヒヒマヌっていう風に、こう、シトリナムっていう、あの、白色個体のっていう、言葉が入るんですけど、バラエティの中に。まあ、そんな個体があって、で、なので、地がピュアなグリーンで、あこにこう、茶色が。まあ、これも、ね、茶色がこう乗っかってるの分かりますよね。まあ、こんな感じで、茶色が乗っかるんですよ。グラマトフィラムってね。で、この茶色も濃い、薄いがいろいろ、あったりとかして。で、まあ、このリップの、例えば、この子は、金量片が入ってるから、リップにこの赤っぽい色が入ってますけど、グラマトフィラムにね、この色素はないですね。グラマトフィラム自体にね。で、一種だけね、メジュレシアナムっていう原種、グラマトフィラムメジュレシアナムっていう原種があって、その原種はね、地の色がね、ちょっとこう、緑っていうよりはクリームっぽい色だったりします。実はね、大学時代に私、もうそれこそ、違う色のグラマトフィラムを作り出したくて、で、一番最初やった交配の中で、そのね、メジュレシアナムも交配して、クリームっぽいグラマトフィラム作ってやるぞと思ってね、やったことがありました。子供でもね、やっぱ緑よりクリーム寄りの子はできましたよ。今流通してるヒヒマヌとかよりはもうちょっとこう、なんていうかな、一輪が大きくって、こう、もっと暴れてるような感じ、まとまってなくって、ぐじゃぐじゃっとこう暴れた感じでこう、開く感じなんですけど、今で見たら、躍動感があって素敵だなっていう表現ができるけど、まあ、そうだな、20年前ぐらいの状態だったらなんか、普通には売れなさそうだな、みたいな評価が、大体つきがちだった子ですね。まあ今はちょっとうちの温度が低すぎて枯れちゃったけど、ああ、辛い。財産を失うって辛いんです。マサイさん、私も空間開けときまーす。アンティークはのんびり待ってまーす。奥さんを扱うように大切にね。はい。はい、つーの。のんびり待っててください。まあ、丁寧にね、元気を出させてあげて、ちょっと、苗を作ってあげたいと思ってますのでね、待っててね。リーディーリードさん、こんばんは。こんばんは。遠くてダメだったけど、オープンファーム行きたかったです。ここも見せてくださっていたのですか？そう、ここを見せてます。もうここをね、この部屋を公開するんですよ。もうオープンファームの時なんて、ここ一面花ですよ。来た人はわかるよね。もう一面、いろんな花が。こう百花繚乱状態かな、咲き乱れてます。もしね、来年とか、まあ、この先とか、もしもご都合合えば、ぜひね、来てください。面白い神秘の世界が待ってます。こう現地に来た人にしかわからない香りの世界とかね、いろんな感じがあるので、パワーマックさん、ヒヒマルも確かにすっきりした緑ですね。ヒヒマヌだね。ヒヒマヌ。ヒヒマヌってね、ハワイの地区の名前なんですよ。ヒヒマヌ地区、まあ、ハワイで生まれた種じゃないんですけど、ヒヒマヌ地区にあるナーセリーから輸入したんですね、もともと。で、ヒヒマヌっていう名前がついてます。リーリーリードさん、いいなぁ、いいでしょ、面白いでしょ。そうなんですよ。ということで、ちょっとこんなやべえやつを皆さんに、皆さんと一緒に見ながらまったりライブをしたかったのでしてみました。ということで、ちょっと私もう一仕事しますので、ちょっと夕方のこのまったりライブ、この辺で
終わりにさせてもらいたいと思います。皆さんありがとうございました。またね、またやります、またやりますって言いながら、あれこれどうやって切るんだったっけ、これか、ありがとう。